今2ヶ月に1回ですね、NHK ラジオ総合でですね、夜の11時から朝の5時までやってるっていう生番組なんですが、これの2ヶ月に1回だけ、水曜日だったかな、11時から1時までゲストで出していただいて、でまあ折々のいろんなテーマがあって、読書の話とか、それからまあ心に残る音楽とかですね、グルメの話とか、そういうのがこう、その2ヶ月の1回お話をアナウンサーの女性とこう していくんですが、これラジオ深夜便という放送番組、そこから3年ぐらい前、このレギュラーになる前に、曲を書いて歌って録音して、このラジオ深夜便から発信したいんだけどって言われてですね、で NHK の人がやってきたんです。でどういう曲を書けばよろしいでしょうか、聞いてる人が高齢者が多い夜中の11時ですよ、夜中の11時から5時までやってるんですよ、生ですよ、そこで流す、そこでその聞いてる人の世代を考えて作ってほしい、僕のとこへ来たんだから当然僕はね、エレキギターもドラムもベースもピアノもキーボードもシンセサイザーも使ってやってきたわけですから、そしたら優しくてあったかくてちょっとほろりとするようなそういう歌を書いてほしい、そういう歌は書いてきましたけど、大概それは人に書いてきたんですね、自分がそれを歌うなんてことはあまり、そういうテーマをあまり持たずにやってきたんで、あ、もうそういう年齢に、僕もそういう年齢に来てるんだなと思って、じゃあドラムもベースもエレキも使わないでやります、優しくてあったかくてホッとするような曲を書きますと、ただ横に秋横がいて、じゃあどんな詩を書いたらよろしいでしょうか、優しくてあったかくて柔らかくてほろりとするような、あ、そうですか、何でもいいんだな、要するにあんまりテーマがねえんだなと思ってたね、あ、ただこういうことだけはテーマにしないでほしいと、要するにエレキやドラムやエレキベースを使うと、まあ結構ハードな音が出るわけですね、ラジオがバーンと出るわけですよね、ドンパンドンドンパンとかって、この聴いてらっしゃるこの高齢者の方が多いんですが、この方々のこの番組のピークタイムが実は3時50分なんです3時50分だそんな高齢者がそんな時間まで、これがピークタイムなんだ、ああそうですか、すげえな高齢者そんな時間まで起きてるんですかって言ったら、いやその時間にお目覚めじゃないでしょうという答えが、だからそのお目覚めの3時50分の時にその僕らが作った曲が流れるとして、それがやっぱりドンパンドンドンパンとかわーってなったら、聴いてらっしゃる方が目を覚ました途端腰を抜かすので、そういう音は避けてほしい、そして詩のテーマはもうすぐ死ぬとか死ぬないとかそういうのはやめてほしいとおっしゃっておられました、ので、嫁はその注文に沿って詩を書いている、メロディーを先に書いた、この曲はメロディーを曲に書いて、それをまあ、今現代はですね、昔はそれをカセットテープっていうものに吹き込んで、それをカセットテープレコーダーで嫁は聞いてたんですが、
今はカセットテープに録音するのではなくて、ちゃんとプロツールスというあの機材があるんですね。そこそのテープでも何でもない、だからデジタルな何百曲でも作って入れられる。テープがないので信号で入ってるもんですから、でそれ入った信号を CDR に焼いて、それでそれを秋横に渡すんです。節をつけて、そうすると秋横はどうするかというと、それを CDR プレイヤーで聞けばいいんですが、持ってないカセットしか今時だから、この CDR の盤をのカセットに落とす機械があるんですね。わざわざカセットテープ自体がもう売ってないんですね、あまりどこでも。だからこれはあったから大量に僕が買ってきて、秋のためにカセットテープを、このカセットテープに入れて、こんな小さいカセットレコーダー、昔ね、これぐらいのカセットレコーダーで買って聞いてましたね、ウォークマンでね。それをそれちっちゃいスピーカーついてるんですよ。それはもうね、秋葉原でも売ってないんですね。どこで売ってるかというとドン・キホーテなんですね。あ、それを買いにですね、僕は年に1回ぐらいドン・キホーテ行くんですが、もうでもだんだんなくなりつつあるんでね、この間もう3台ぐらい買い占めて買ってきましたけ、ね、どこれをですね、ここにテープに落としたこのカセットレコーダーを枕元に持ってって、でこれがもうノーエンディングってずーっとかかってるんですよ。寝る前からかけて朝起きるまでずーっとかけっぱなしで、でその横に鉛筆と消しゴムとノートが置いてある。でバーッて 寝ながらハッとなんかこう言葉を思いつくとパパッて書くみたいですね。それは僕見たことないんですが、あとはまあ昼間なんか書斎で机に向かってねじり鉢巻きでこうやってるんですよ。後ろから見たら絶対秋横には見えないですよ。入ったらいけないんです、彼女が仕事してる時に。昔は小さな部屋に住んでたもんですから、 1DK の部屋に住んでた時は曲を彼女が詩を書いてるときは僕はじっと息を潜めて待ってる。今は書斎がありますのでそこで書いてるんですが、開けちゃいけない、ノックもしちゃいけない、でもコーヒー持ってきてっていう言葉があったら僕は一生懸命コーヒーを入れて持っていくんですよね。それ以外は入れない。開けると鶴の旗折りみたいに飛んでっちゃう。そうやってできた曲が涙なんだっていう曲だったんですね。これはね、結構長年連れ添った旦那さんがその奥さんに対してこう、そうかって、そんな悲しみとかそんな切なさとかあなたは持っていたんだなということを、その奥様の涙を見て、僕は全然その思いやりがなかったなと反省してる歌。これ NHK の方に担当に渡したら深く反省しましたって言っておりました。僕もこれ初めてこの詩を見た時に、この2番にですね、いつでも気丈に振る舞ってた、でもたまにシーツが濡れてる、あれも涙なんだっていう歌詞があるんです。確かに彼女の枕にね、なんか濡れてることがあったなと。でも僕はよだれだと思ってたんです。それ涙だったんだ、うん、これ僕たちの話って言ったら、ご安心ください、私たちの話ではありませんと言ってくれました。知り合いの秋の友達の老夫婦で、僕たちがそうですね、7、8歳上のもう70代半ば過ぎてるご夫婦で、その長年連れ添ってんのに全然優しくしてくれないんだと。結婚以来一度も優しくしてもらったことがなくて、私はこっそり隅へ行って
泣いたこともあるんですよっていう話をそのご婦人が秋に話したのを思い出して、それを歌にしたんだと。ではその、ラジオ深夜便のオリジナルソングですが、涙なんだって曲を聴いていただきました。あまりひっそり流すから、そうとは気づかず見過ごしてた。うつむく仕草思えば、そうか涙なんだ。女の涙は苦手だと余計な一言付け加えて、心に鍵をかけたね。そうか涙なんだ。もういいのさ、我慢しなくて、思い切り泣きなよ。僕の胸はそのためにある、あなたを受け止めるため。涙なんだ。